2014年大阪市長選挙は、2014年3月23日に、投開票が行われた、大阪市長を選出するための選挙。現職の橋本徹が、大阪と構想推進の是非を市民に問うとして、辞職したことによって実施された、いわゆる出直し選挙である。2014年1月31日、大阪府と大阪市を排して、 大阪都とする大阪都構想について審議する法定協議会において、橋本は大阪市を五区に分ける区割り案への一本化を求めたが、法定協議会の過半数を占める公明、自民、民主、共産の4会派は、この提案に難色を示し、引き続き4案の中から議論を進めていくこととした。これに対し、 橋本と大阪府知事の松井一郎は、大阪維新の会が目指す2015年春の、大阪と移行のためには残された時間がないことから、案を絞って議論を進めることの是非を市民に問うとして、出直しの大阪市長選挙、大阪府知事選挙に打って出ることを検討した。ただ、同時選挙となると負担が重く、賞賛も高くないことから、橋本らは大阪市長選一本で勝負をかけることとし、 2月1日に開かれた大阪維新の会の全体会議において、橋本は大阪市長を辞職して出直し選挙に出馬する意向を示した。同3日には大阪市内で記者会見を開き、辞職と市長選挙への再出馬を正式に表明した。そして2月7日、橋本は大阪市議会議長に2月15日付で辞職する旨を申し出、同日中に 議長から、市選挙管理委員会に、辞職の申し出について伝達されたことから、翌日、市選管は3月9日、告示、3月23日投開票とする、選挙日程を決定した。2月14日、市会本会議で、橋本の辞職の可否について審議され、議会で過半数を占める公明、自民、民主、共産の4会派が反対したことから、辞職は、 不同意となった。しかし、地方自治法の規定により、辞職届け提出20日後となる2月27日に、自動的に失職することから、選挙は、選管決定の日程のまま実施された。選挙戦には、出直し選挙に打って出た大阪維新の会の橋本と、無所属で、元派遣社員の二野野宮茂を、スマイル党総裁で、東京都知事選挙などに出馬経験がある。 財団法人会長のマック赤坂、無所属で政治団体代表の藤島敏久の計4人が立候補した。なお、橋本以外の3候補のいずれかが当選した場合には、本選挙の実施日が任期の式となり、2018年3月22日に任期満了となるところであったが、再選した橋本は従前の任期が継続し、2015年12月18日が、 人気満了となる。また、大阪市長選挙における出直し選挙は、関淳一が市政改革案を問うとして2005年に行って、以来2回目である。なし、4名、届け出順。立候補が取り沙汰された人物強化の辞職表明を受けて行われることが決まった出直し選挙に対して、国会に議席を置く、各政党は対立候補を擁立しないという形で、 強い反発を示した。自民党と民主党、公明党の3党は、出直し戦には巨額の税金がかかる、無駄の手助けはしない、この選挙への大義はないなどとし、橋本が辞職を表明した直後に独自候補擁立の見送りを続々と決定した。その中で、共産党内からは、対立候補を擁立する声が上がった。同党府委員会は、反大阪と構想の受け皿を作るため、 候補者擁立が必要として自民党や民主党などとの共闘も視野に入れながら独自候補を擁立する意向を示した。しかし、同党市議団は選挙に大義はないとこの決定に強く反発した。党内はップ立つに割れ調整は難航したが最終的に自民党などと補調を合わせるとして独自候補擁立を見送ることを決定した。結果、選挙戦は 各党が現職に対立候補を擁立しないという異例の構図となった。地域政党で大阪に拠点を置く大阪維新の会は前回に続いて代表でもある橋化を公認した。また、同党を母体とする日本維新の会も橋化を推薦した。各候補の得票率投票率は23.59%で前回の60.92%を大きく下回り。 過去最低を更新した。当日の有権者数は二百十一万四千九百七十八人で、投票総数は四十九万八千九百十八票となった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、教託金没収外教は以下のようになった。教託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の十パーセントを下回ったため、 全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。現職の橋本は自身が争点に掲げる大阪都構想の利点を訴え続けて選挙戦を戦った。この都構想に反対する自民党や民主党、共産党などの主要政党が対抗候補を立てない異例の構図の中で都構想反対を明確に訴えて、 主要政党の支援を受けなかった藤島、赤坂に野宮の3候補を破り、再選を果たした。無所属の藤島は、都構想反対のほか、脱原発や災害対策強化などを訴えたが、市民に政策が浸透しなかった。スマイル党の赤坂は、大阪スマイル構想なる政策を独自に掲げ、市民税半減や脱原発などを訴えたが、得票数3位止まりであった。 無所属の二野宮は犯罪対策強化などを訴えるも得票数再開となった。この選挙で現職の橋本は大阪都構想推進の是非を争点に掲げたが、都構想に反対する自民、民主、共産などの主要政党は独自候補要率を見送った。これにより各候補間での対立軸が明確とならず、大阪都構想の是非が大きな争点にはならなかった。 加えて、有権者は、各政党が独自候補要率を見送ったため投票の選択肢を失う形となり、投票率は20%台前半で低迷、過去最低だった1995年の28.45%にも届かない投票率となった。また、無公表が、白票の45,098票を含めて、過去最多となる67,506票に上り、 投票総数の13.53%を占めた。この無効票は当選した橋本以外の3候補の得票合計を上回る票数となった。市が支出した選挙費用約5億円は税金の無駄遣いだったとして市民団体のメンバーらが橋本市長に同額の支払いを請求するよう大阪市に求める訴訟を起こしたが2015年9月10日に 大阪地裁は市長が自発的に退職し、選挙で住民の意思を問うことが許されるのは明らかと違法性を否定して請求を棄却した。ありがとうございます。